まあこんなの引っかかりようがないね。バレットはほっといたら当たるかもしんないけど。本当に当たった、本当に当たってる。バレット大丈夫、食らってんな。さすが元ソルジャー、バレットこの調子で行こう。あ、でそうだ、メインメニューをちょっと見てみたら、バトルリーダー変更すると、バトルのメインリーダーがバレットになるのか。で、L1 ボタンと組み合わせてブレイバーとかその辺の技のショートカットが割り振れるみたいなんだけど、ちょっとこの辺覚えていかないと難しそう。はい、まあ、あとは各キャラクターの魔法を確認できたり、あと一度戦った敵の情報を見れたり、アイテム、ステータス、これはチュートリアル的なマニュアル以上。基本はさっきと同じ。さあ、行こう。簡単すぎる？バレットにとっては最難関みたいだけど、僕は大丈夫です。バレット危ない。あ、俺も危ない。スイーパー、ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。魔法が強いんだっけな。ただの鉄くずだろ。攻撃力の防御力ともに桁違いだ。なめてさ、魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていけ。そうだ、そっちを任せて。待ってました。あ、 ATB ゲージをまず貯めて、バレットがサンダーを持っている。だけどバレットがあのケアルを持っているのはとても違和感がある。畳みかけろ。いや、こちらだ。もう一丁行こう。ノーテンクユーチで、クラウドを、あ、ショートカットもちゃんと左下に出るね。もう一丁ブレイバー、これはやりやすい。ファーストスマッシュ、あ、めっちゃやりやすいな。今仕掛けるぞ。言われるまでもね、全力で潰す。繋いでいくぞ。さらに行くぜ。あのよ、はい、一丁上がり。お前いくぞ。ファースト、あ、ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとけ。戦闘は慣れが必要だけど、慣れればかなり爽快だな。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りる。多分神羅の箱が道中にあるはずだから、まあ別にケチんなくてもいいんだけど、ポーションをケチって、バレットは自分自身を回復しなさい。よし、近いぞ近いぞ。魔航で向けられるぜ。潜りメダル。増えてきたせいで。おじけづいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。暑苦しいんだよね、この時のバレット。
ここを降りたらいよいよエスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。そっちはなんだっけ。ああごめんなさい、足で降りて。俺同じこと体験版でやってるわ。モノドライブは対象がちっちゃいんだよな。熱いです。頼んだ。頼られちゃうな。どうだ。はあ。邪魔見やがれ。やっ、こっちか。気合い入れて。クラウド。よし。すぐに魔航路が吸い上げる。消えろ。ブレイブモード。じゃあ消えたよ。じゃあなんだ、ジャンプしてた今。終わったな。フィールド移動中にジャンプボタンはないけど、ある程度の高さの敵なら勝手にジャンプするのかな。パレット、ケアルをクラウドに。いよいよ、いよいよだぜ。タッカードスコーピオン戦だ。ちょっと苦戦したからな、体験版スマートに倒して。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。前は20分にしたけど、30分にしてみよう。ビビりやがって。そう言われるんだ。もうはめやがった。来るぞ。なんだと。こいつまめっちゃつくわ。戦時用の強化装甲か。メカはイカ槌に弱い。魔法で攻める。そうだ、 ATB ゲージをまずは攻撃で。黙った。レイサンダー。ど根性でバフをかけて、ぶっ放したりもして、クラウドがボコボコにされてるかもしれないけど、ガンガンサンダー。もう一丁。もう一丁こう。あ、MP がなくなったからエーテルを使って。アイテム使用も ATB ゲージを取るんだった。なんだありゃ。この防御システムは初めて。使えねえな。だったらあんたが何とかしよう。
これどうするんだったっけ。ガードガードガード、これだ。バリアコアを攻撃しよう。バレット、そこは危ないかも。バリアコア、よし入ったかな。よし、クラウド、あ、クラウド届いてない。おう、任しとけ。こっちか。危ない、はい、デュエルバースト、クラウド、このロケット全体に全弾かわせないよな。バレット待てよ、バーストしちゃったから回復後で。よし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 、一旦回復しよう。PR クラウド、あ、撃ってこない、あ、撃ってきた。これは回避するよりもガードし続けた方がいいな。レーザーが来る、サソリの鬼気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない、鉄骨に身を隠せ。序盤にしては本当にこいつ強敵だよな。ケアル使おう。いや、それだけどな。こっちか。今だ、逃すな、このチャンス。攻撃食らってる間に技キャンセルされるのはもったいない。いけんだろ。V を、 V を攻撃して、クラウドも魔法使おう。攻撃パターンを頭に。隙をつく。レーダー、分かってるって。だったらさっさと隠れろ。ケアル使っとこう。難易度イージーならどんぐらい簡単になるんだろう。ガード、バーストしないな。グレープも、あ、それはまずいかもしれん。あと少しなんだけどな。覚悟はいいか、次もレーザー、レーザー当たってるなら動け。セーフ、攻める、いけんだろ。俺が当たる、
あー少しね。で、クラウドはファイヤーで足を。相手の隙を見せた。それまでしのぐぞ。仕上げだ。はい、足オッケー。もう多少の攻撃は気にしない。無視してください。めっちゃダメージを食らってるけど、リミットブレイク。よし、強斬り。うーん、右足にしとくか。この隙に攻めると。よし、オッケサソリに連れてる。急げ、脱出だ。ベッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。あのサソリは序盤の戦闘難易度ではない。そっか、タイマーを30分にしたらビビってんのがあってバレットに煽られるだけか。別に見落としてるものがあるわけではないけど、見たら切りたくなっちゃう。あ、体力がガンガン削れてる。面倒だ。そっか、バレット先に行ったのか。お、ジャンプした。進むぞ。OK。10分だろうと30分だろうと、どの道多いな、時間は。あれ、左でよかったかな。大丈夫か。回復しとこう。出口はこっち、急いで。クラウド何してるの？早く来て。箱を見たいです。登れ、その方が楽だ。そっか、ってダメ、喋ってないと焦る。好きにしろ。すげえ腕力なバレット。
先に行け、弟子。扉開けんのが優先だ。でも落としは問題ねえ。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー見つけたぞ。そうですね、元ソルジャーです。元ね、元だよ。誰が何と言おうと元だ。5秒でやる。終わりだ。そっちは任せる。俺の見せ場だ。あいつらと合流する。早くここから出ねえとな。3分しか使っとらん。あ、待てよ。ここスイーパーが出るんだった。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。こっちだな。バレット魔法だ。ドカーッと落ちる。このまま続けんぞ。よし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 、いいぞ。もう一丁三段行ってみよう。ビリビリだ。あの悟りが桁違いに強いんだよな。え、普通に。おっと、ガードはできてるんだ今の。違う。あ、まあいいや。ブレイバーもしちゃって、ベールバーストもしちゃおう。クラウド、よし。オッケー。もうきっと喜べよ。あと26分、余裕すぎるな。オリジナル版の FF7 はここではなかったと思うけど、一部序盤でね、見落としたり、まあ、もしくは初見だとわからないようなところに意外と役に立つアイテムがあったりして、それを見落とすともう二度と手に入らないから、リメイクではそういうのはあってほしくないんだけど、ここまではリメイクしなくてもいいのかな。なんだっけな、タンスとかをね調べ続けたらね、なんかアイテムが出てくるとかそういうこともあったんですよ。宝箱あったっけ？ないね。で、戦闘員が来る。おお、かわすな。どんなもんかよ。沈め。はい。お、すげえかわすなこいつ。暗い。おお、バレットよし、オッケー。バレットがぶっ飛ばされた。あのぶっ飛ばされてる間にもうキャラクターを切り替えちゃってね、俺の見せ場だ。あの操作プレイヤーとして戦ってもらえればね、とってもバランスがいい。ダサいけど、ちょっとカメラが かわされんな。ちょっと回復しよう。あ、違う。 OK。 待てよ、戦闘員はクラウドに任せて、ちょっと上の照準が合わない。こっちだな。ちょっと戦闘員やめて。どうだ。一体 OK。 あ、もう戦闘員やるか。クラウドが死ぬ。
ぜ。ここでは。そっちはどうだ。戦闘員ぜ。こちらだ。二人とも死ぬ。ああ、そういえばアイテムの連続使用というものがあったけど、戦闘中は無理なのかな。フィールド探索時伸びたな。 ATB ゲージとの兼ね合いがあるから連続使用は無理か。よし、バースト。俺の見せ場だ。うわ、あばよ。オッケー。ああ、死にかけてる。次は本気で行く。脱出。待てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だった。さあ走ろう。